こんだけだって集中して6時間乗るってある？ないね。しかも煽られながらの6時間やばいでしょ。やばいね。確かにやばい。きつかった今日は。今はもう恥ずかしいんだけど、ブレーキに頼りまくるトリックだったら、まあ、それがいい悪いは分かんないんだけど、で俺ペグの端っこに乗るってことがその9年前までできなかったっていう。なので今までいろんなものに頼ってて、で本来の自転車の性格の乗り方っていうのを全然できてなくて、それができるようになってきたのがゲロ来てからで、そっからいっぺんブレーキもスカーフもスピンも捨てた状態で、でそこでできたのがバックヤードからのボディバリアル。大会とか見るようになってきて、自分と同じトリックをやっとる人間がおって、ボディバリアルのルーティンを入りからほぼほぼ一緒やったってことがあって、結構僕の中ではだいぶ変えたっていう思いがすごい強かったから、すごいショックで、すげえ困ってたなって、やる気もなくて、もうこんなんならいいわって。けどこんな思いしてるのは僕だけじゃないやろうし、いろんな思いしてる人もおるし、みんなそれですごいライダーになってってるし、やっぱそういうのも見習ってなかなかんで、なんやろ、僕もなんだろう、ちゃんとやらな上手くならんだよなと思って、もう一回一から始めようと思って、今のジャンクヤードの方のルーティン、あいつを作ろうっていう風に決めて、で誰もあんまできんようなことと思ったら、もうまずもう足を変えようと思って、僕右利きなんだけど、もう右足ベースでルーティン作ってやろうと思って、3出る前ここでルーティーン10回中8回決まってたんだけど、余裕でしょと思っとって、ノーメイクだからね、ドブだからね、もう何も拍手言って言い訳できないからね、自分は難しいことやってんだなんて、そんな言い訳アホだからね。
に楽しくて好きでやってるなら、自分乗りたい時だけ、気分が乗った時だけやればそれでいい話だから、じゃなくて自分が偉いって思った時も、今日は嫌だなっていう日もちゃんと練習場に来るっていうのは、何か自分に目標があるから毎日やってることなんで、多分今僕は大会で今のルーティンを決めたいっていう目標かな。自分はどこまで評価されるんだろうっていうのはすごい気になるんで、それを大会で出したいっていう、それで毎日嫌でも練習にここに来てるんやと思う。あ、3つ決めよう決めようと思いながらも、また次のこと今正直探してるし、なんだろうね、好きなんかな